匠ソフトの高井です。父独語館2019年1月号から特集は国家100年の計というタイトルです。今回独語館をする箇所は私の提言1、拓殖大学国際日本文化研究所教授ペマ・ギャルポさんが書かれました、中国の脅威にどう立ち向かうかというテーマです。いやー、私の苦手なテーマが来てしまいましたね。実はこれ私苦手なんですね。このほんとね、海外外国との関係、日本の関係っていうのが本当にね苦手だなと思います。苦手って言っちゃダメなんですよ。その中で自分も生きてるわけですからね、苦手とは言ってはいけないのかもしれません。ただ得意じゃないことを皆さんちょっとご了承ください。得意じゃないけど懸命に考えて、自分の中に何を取り込んでいこうかなんて考えています。で、これ、この記事自身を読んでですね、日本ってもともとですよ、日本人って義理人情の文化がすごい熱い人種というか、そういう文化があるんじゃないかというふうに私は思ってます。ね、人情映画じゃないですけど、義理と人情ね、書いちゃならんぞみたいなところってないですか？例えばその人を平気で裏切ったり、騙したり、陥れたりするっていうのは、本来ですね、日本人ってそれを悪とみなしてますよ。やる人がいないっていうわけじゃないですよ。そういう人は中にいるけど、それをね、悪として、正義が立ち向かうみたいなね、遠山の金さんみたいな、遠山桜が目に入るのかみたいな、そういうところって日本人美徳としてあるんじゃないかなと思います。皆さん知らないかもしれません、必殺仕事人っていうのがいてね、必殺仕事人がですね、あれですよ、そういう悪さをしたお代官とか、そういうそちも悪よのって人をね、こうザクってやりに行くわけですよ。でそれを見てね、日本人は痛快だってね、この世に悪ははびこらんのだよって言ってね、喜んでいるね、そういうなんでしょうね、もう正義感と、人の命をやり取りするのがうんぬんじゃないですよ、いわゆる正義感はすごくある民族なんじゃないかなというふうに思うんです。だから一度約束したことは守ろうとする、そういうことを、それが日本の美しさのように思います。だからこれはこうしようねって決めたことをみんなで守ろうとする。ほら皆さん思い出してくださいよ、あまり思い出したくない思い出かもしれませんね。ほら東日本大震災でね、大変な目に遭った方々が一列になって炊き出しを待ってるとかね、こういろんな救援物資をみんなでわーって取りに行くんじゃなくて、みんな列に並んで一人ずつこう穏やかに、それって日本人だけじゃないですかねって思うんですよ。北海道でもちょっと前にね、大停電が起きて、もうコンビニ長蛇の列になりました。でもあの時にみんな電気がなくてうわーってなってますけど、きちんと並んで買ってました。私も並んで買ってましたね後ろの列に並んで、きちんとこう、はい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 ってこうお金渡してやってましたよ。でもこれが日本人の私特徴だと思うんですよね。つまり一度約束したら約束を破らない、罪悪感を感じる性質を私たちは受け継いで持っているっていうこと、それが日本人のすごく美しいところのように思うんです。でこのね、中国の脅威にどう立ち向かうかっていう、その中国に一度焦点を当ててみると、中国っていうのは歴史をずっと紐解いてみると、民族がその政権によって入れ替わるじゃないですか。この時
民族同士の戦いがあって、民族がその支配してた民族ものすごいこう虐殺をされるわけですよ。もう壊滅状態にまで追い込まれて追いやられるわけですよね。でまたこう起こってきた、まあ、力が強くなったところがその民族をまた同じように虐殺していく、そしてこう追いやられていく、これを繰り返して侵略をしてきた歴史がありますよね。歴史を見るとそれこそ孔子とか孟子とか、ね、戦国略とか、韓非子とか、ね、ああいうの見ると分かりますよ。どれだけ戦いが繰り返されて虐殺が起こってきたか。その中で軍師と言われる人たちがいて、軍師も、あっちに寝返ってみたりこっちに寝返ってみたりやるわけですよ。中国の歴史を見るとやっぱり侵略の歴史なんですよ。私はそう感じます。だから侵略の歴史だからこそ中国はもう完膚なきまでに相手を倒さなければ自分の安定は保てないからやっちゃうわけですよね。そういう中で歴史を作ってきた国、そのように捉えたならば日本のこの歴史観、日本はどちらかというと虐殺ってことをしないんですよ。なぜならばそもそもその徳川家康とかそういう源頼朝とかね、藤原なんとかとかさ、そういう北条なんとかいろいろ支配者がいたわけじゃないですか。でもその時に支配者がこう入れ替わってもそこにいる民を虐殺することはなかったんですよね。あくまでその権力を争う者同士だけで戦っていた。権力を争う者もその血筋だけをやっつけるわけですよ。そうして他全部は受け入れるわけですよね。日本の歴史ってこういう歴史だったと思うんです。そう考えると私たちが中国に対する向き合い方っていうのは、中国はそういう侵略の歴史があって、侵略っていうことは悪ではないんですよ。だから拡大していくことは中国にとっては悪ではない。でも日本にとってこの侵略というのは基本的には侵略されてないことないですからね。日本まあ元寇とかで攻められたことはありますけど、日本の国が取られたってことは一度もないんですよ。もしかするとロシアに北方領土取られたっていうのが、北方領土などを取られたっていうのが、日本の侵略としてはあったかもしれないんですけども、まあ沖縄をアメリカに取られたというのもあったかもしれないけれども、でもまともに本国取られてないんですよね。政権が変わったわけじゃないんですよ。だから私はこの日本が中国の脅威にどう立ち向かうかっていうことを考えた時には、中国史を学ぶっていうことがやっぱり大事になってきそうな気がしますね。そしてどこの国も自国ファーストになってるじゃないですか。アメリカはしかり、イギリスしかり、自国さえ良ければいいんだみたいな感覚、これが今どの国でも起こってきている。で、一帯一路とか言って中国は、表向きはね、一帯一路と言ってこう経済を、ね、みんなで良くしようみたいな感じで言っているけれども、中国はそんな甘い国じゃないような気がします。だって歴史はそうでした、今までね。そのことをやっぱり知っていく必要があるし、南シナ海の問題ね、南シナ海もいつの間にか中国のものになってますよね。 笑い事じゃない、で、あれですよ、忘れしましたけど、チグリス・ユーフラタスじゃないし、なんだっけ、チベットがチベットやウイグルですよ。チベット自治区
地地区だもそういうのかな、もう中国が他の民族を支配して治めちゃってね、ちょっと怖い話も聞くじゃないですか。そして今の台湾、中国はやっぱり半端ないですよ、その侵略の歴史というのは。だから私は甘く見ちゃいかんなというふうに感じます。本当にね、私安倍さんが習近平国家主席をね2020年に国賓として招くっていう、本気かって思ってる方です。本気なのかな、大丈夫かい日本って、そういう風に感じますね。皆さんどう感じますか。いやそんなでね、私のちょっと苦手な中国中国の脅威という話題、それ苦手なんです。自分にどう適応しようかって思うとね、適応はしにくいわけですよこれ。ただ私がここから学ぶことって、やっぱり中国の歴史を学ぶことに尽きると思う、感じます。私自身が中国の歴史を知って、中国ってどういう民族性があるのかっていうのを私自身が捉えていく必要がある、一人一人が捉えておく必要があるというふうに感じます、ね、ちょっと私はその中国の思想という部分で、思想から歴史を学んでいきたいなというふうに感じます。で、今実際ですね、孔子や孟子、老子、戦国略とか韓非子に、韓非子は読み切ったんですけども、そういうものから中国を見ていきたいというふうに思っています。そんなんで今日はこの辺で閉じたいと思います。それではまた。